島の方もう十年近く前の話私は友達と三人でキャンプに行ったんだ砂浜で繋がった無人島私の地元で中学の時はよくそこで遊んだ夏場は家族連れも普通にキャンプするような島私は女 A と B は男。中学の時の同級生。三人とも19歳だった。B が一郎で大学に受かって、晴れて三人とも大学生になった。そのお祝いで、入学前にバーベキューでもしようってノリだった。まだ4月で少し肌寒かったけど、テントを張れば問題はなかった。 その無人島には、たくさんの防空壕が掘ってあって、中学の時、肝試しをしたこともあった。その度に、軍服の幽霊が出たとか、子供の幽霊が、とか、話題にはなったけど、実際に何か起こったことは一度もなかった。島は一周すると、二、三キロ程度だったと思う。 南から北にまっすぐ島を縦断できる道と島を一周するような道があった。南側が砂浜に接していて東側がちょっとした港。北と西はほとんど岩場だった。北側は比較的平らな場所が多くて私たちの遊び場もほとんどそこだった。 西側は島を一周する道も途中で途切れていたり雑草が多かったりでちょっとした探検気分で行く以外は行くことはなかったキャンプ当日も私たちは北側の平地にテントを張ったバーベキューもそれなりに楽しく終わって三人で川の字になって寝た B が肝試しをしようとか言っていたけど、A も私も今更めんどくさいと相手にしなかった。次の日の朝、私たちはコーン、コーンという釘を打つような音で目を覚ました。何の音だろうと気にはなったけど、音源を 探そうとまでは思わなかった。昼過ぎ、テントを片付けて、島を出ようと、島を縦断する道を歩いていくと、島を一周する道を、西側から歩いてくる、五人の団体と鉢合わせした。彼らは、二メートル近くある古びた板を二十枚以上運んでいて、 全員が作業服を着ていた。彼らは軽く会釈をすると、そのまま芝から出て行った。ふと彼らが来た道に目を向けると、もう一人、こちらに向かって歩いてくる人影があった。明らかに服装が違っていて、カンさんかなんかだろうと思った。 その男の人はまっすぐ私たちの前にやってきた「君たち昨日からここにいたの?あ」あはいキャンプしてましたそっかうん大丈夫だと思うけど何かあったらここに連絡をしてそう言って神主さんは私たちに名刺を差し出した 何かある可能性があるんですかいや、今ちょっと儀式をやって、こんな時期に島に人がいるとは思わなくてさ。この島で儀式なんかするんですかああ、海開き前の安全祈願だよ。そうなんですね。さっきの人たちも、 その関係の人ですかあの人たちは町役場の人。設営の手伝いをしてもらっただけだ。私たちは納得してカ主さんが島から出て行くのを見送った。B がすぐに儀式をした場所を見に行きたいと言い出した。私も 子供の頃よく遊んだ場所に、そんなところがあるのは驚きだった。西側に向かって歩いていくと、彼らが歩いたであろう獣道が残っていて、比較的簡単にその場所は見つかった。他の防空壕に比べると、明らかに大きさが違う穴が、海の方を向いて空いていた。高さも横幅も、 2メートル以上あったと思うそしてその穴に真新しい木の板が穴を塞ぐように打ち付けてあった塞いである防空壕はいくつもあったがこんな塞ぎ方をされているのは初めて見た私たちが聞いた音はこれを打ち付ける音だったんだと思う お、あれ、あそこから中見えそうじゃねえか ?B が指さしたところを見ると、穴の左上あたりに、板と穴に隙間があることが分かった。背が届く高さではなかったため、A が B を肩車して、中を覗こうと試みた。ダメだ。 真っ暗、全く見えないわ。あてか、なんだこれ。板の奥にさらに布が粘りしてある。そう言って B が板に少し体重をかけたとき、バリバリって音がして、一番上の板が剥がれてしまった。A と B はバランスを崩して尻餅をついていた。 ちょっと大丈夫怪我してないお前、しっかり支えてくれよ。危ねえ。いや、お前が上で、バランス崩すのが悪いんだろとりあえずは、A も B も怪我はないようだった。改めて穴を見てみると、剥がれた板の奥には、真っ黒な布が貼ってあることが分かった。 板の奥にさらに布って、なんか普通じゃないんじゃないかああ、元に戻して帰った方がいいと思う。そう言って二人は剥がれた板を元に戻し始めた。ただ、長さが2メートル以上ある板を、肩車の状態で固定するのはちょっと無理があって。どうしても、板の反対側を、 押さえる人が必要だった。辺りを見ると、海にはいくつも岩が落ちていて、それを積み上げれば、簡単な踏み台は作れそうだった。A と B が数回往復して、50センチほどの踏み台を穴の右側に積み上げた。慎重な関係で、A が私を肩車して、B が 板の反対側を押さえることになった B はブーブー言っていた A は重い足が太いと言ってきた私はとりあえず A の頭を数回叩いておいた板を元の場所に戻そうと持ち上げた時板の奥に貼られた布が少し剥がれていることに気がついた 私は A と B にそのことを伝えて、先にそっちを直そうと言った。元に戻そうと、布を少し引っ張った時だった。西に傾きかけた太陽の光が、私の背中に当たるのを感じた。同時にほんの少しだが、布の隙間から穴の中が見えた。 そこには、帯正しい数のお札が貼られていた。縄にくくりつけられたお札が、穴の中を埋め尽くしていた。そして、私は見てしまった。お札の隙間に見えたもの。それは、間違いなく顔だった。 真っ白い、脳面のような顔。目は細く、まっすぐ、顔の端まで伸びていた。真っ暗な中で、その顔だけが、白く浮き上がって見えた。黒目、白目の区別はつかなかったが、間違いなく、目があったのだと感じた。するとそれは、 三日月型の口を大きく横に広げて、にやりと微笑んだ。私は悲鳴を上げて、板を突き放すようにして、A と一緒に後ろに倒れた。それからのことはよく覚えてはいない。気がつくと私は病院のベッドの上にいた。A と B が、 私が頭を打ったのだと思い、病院まで運んでくれていた。親も来ていて、事情は二人から聞いていた。A と B は、医者から特に問題がなさそうだという結果を聞いてから、もう一度同じ場所に戻って、穴を塞ぎ直してきたそうだった。目を覚ましてから、二人から、 何があったのかと聞かれたが、見た者の,のことを自分でも信じたくなくて、お札があって怖くなったとだけ伝えた。二人も再度塞ぎに行ったときに、お札があったことは確認していた。なんとなく三人とも、あの穴が何なのか言及することを避けていた。 私はその日のうちに家に帰ることができた。親からは、いい歳して子供みたいなことをと叱られた。本当はその日のうちに東京に戻る予定だったんだけど、頭を打ってしまったことから体調に問題が起きるといけないので、とりあえず自宅に一泊することになった。 私が見たものは何だったんだろうか。見間違いだったんだろうか。気のせいだったと思いたかった。が、昼間見た顔は私の記憶にはっきりと残っていた。怖くてその日は電気をつけたまま寝ることにした。朝方四時過ぎ、私はふと目を覚ました。 電気が消えていた。入り口のあたりに人が立っていた。全身から汗が噴き出るのがわかった。体は動く。金縛りではない。恐怖のあまり私は目をつぶった。ひたすら時間が過ぎるのを待った。 どれくらい経ったかはわからない。私は意を消してもう一度目を開けた。人影は消えていた。私は急いで電気をつけて部屋を見回した。特に変わった様子はなかった。恐る恐る入り口に近づいてみた。何もないはず。 安心を得るために確認したかった。私はショックのあまりそこに座り込んでしまった。人影があったあたりに小さな水たまりができていた。それはそこに何者かがいたことを示す確かな証拠だった。私はしばらくぼーっとしていた。 なんでこんなことになったんだろう。そんな感情だった。寂しかった。耳元でそう囁ささく声が聞こえた。女の声だった。自分の体がガタガタと震えるのが分かった。 声にならない声を上げながら、私は親の寝室に走った。人がいたの人が出たの怖い怖い多分私はそんな感じで、父に訴えたのだと思う。父は血相を変えて、私の部屋に行ってくれた。母もすぐ目を覚まして、 私の手を握っていてくれた。数分して、父が戻ってきた。大丈夫か部屋には誰もいなくなっていたぞ。部屋も、荒らされてはいないみたいだったから、向こうも逃げたんじゃないか父は、泥棒か何かだと思っていたんだと思う。違うの 幽霊、女の幽霊。幽霊バカなことを言ってるもんじゃない。本当に出たの声も聞こえたし、水たまりもできてた。全く信じようとしない父を連れて、私はもう一度部屋に行った。水たまりは残っていた。 ほらこれ、ここにいたの。風呂上がりに濡れたままだったんじゃないのか正直、よくわからなくなっていた。風呂上がりの水滴だったら、それでよかった。聞こえた声も、気のせいだったことにしたかった。騒いで、ごめんなさい。 いや、まあ、何もなくてよかった。そう言うと父は、寝室へと戻っていった。私は、部屋で寝る気にはなれず、リビングのソファーで横になった。次の日私は、A に電話をした。A と B には、特に、何も起きていなかったと言っていた。 東京に帰った私は、バイトを終えて帰宅した。多少迷いはあったけど、電気をつけて寝ることにした。その日は、なかなか寝つけなかった。仕方なく、深夜のテレビショッピングを見ていた。ちょっと、眠気を感じ始めた時だった。テレビのすぐ横に、女が立っていた。 あまりに突然すぎた。女は微動だにせず少し下を向いていた。ショートカット。おかっぱに近い髪型。服装はジーパンに T シャツ。顔は前髪に隠れてほとんど見えなかった。私は女と対峙したまま。 身動き一つ取れずにいた。テレビショッピングの妙に明るい会話が部屋に流れていた。私が瞬きをしたタイミングに女は消えてしまっていた。女がいたところにはやはり水溜まりができていた。 私は部屋から飛び出すと A に電話をして助けを求めた A、ええ、遅くにごめんね。あのね、幽霊が出たの。本当なの信じられないと思うけどマジで言ってるの今から行くよ、東京のアパートうん、でも 近くのコンビニ行くからそこに来て A は私の家から車で30分程度のところに住んでいた A はすぐに来てくれた起きたことを説明し部屋を見てもらった水たまりは残っていた拭き取ろうとも思ったけど気持ちが悪くて触れなかった お払いした方がいいよな。うん、そうする。どこに言えばいいんだろう。この前、名刺をくれたカンヌイさんはああ、そっか。何か知ってるかも。私たちは、近くのファミレスで、朝が来るのを待った。次の日の朝、映画、 名刺にあった番号に電話をしたこんにちは H さんのお宅でしょうかこの前〇〇島であった学生です実はちょっと困ったことになりまして話はすぐついたようだ今からでも来なさいと言われたらしいまさか二日でまた 地元に帰ることになるとは思ってもいなかった。A が車で名刺の住所まで送ってくれた。午後2時過ぎ、H さん、神主さんのお宅を訪ねると、あの時の男の人が迎えてくれた。H さんは普通の服装で、見た感じは優しい顔の小太りのおじさんだった。 私が起きたことを正直に話した。洞窟の板を剥がしてしまったことも伝えた。ああ、それならまずはそれが先だ。ちょっとここで待っていてくれるかな。そう言ってお茶を出してくれるとすぐ家を出て行ってしまった。A と私は状況が 把握できないまま、そこで待っていた。一時間以上経って、エイチさんが戻ってきた。うん、お待たせ。向こうはもう大丈夫だった。あとは君だね。すいません、あの洞窟は何なんですかうん、それも合わせて説明するよ。 聞いた方がすっきりするでしょそう言うと、次のようなことを教えてくれた。まず私たちの地元は、東西を山に挟まれている。そしてそれらの山は、それぞれ強い神様によって守られている。だから昔はいろんな霊とかそういったものは、霊的に弱い、 私たちが住む町を通り道のように使っていた。ところがある時、町に流れ込む川の増水を防ぐために、治水工事を行って、さらに水の神様を祀る祠を川の上流に作ってしまった。その結果、通ることができなくなった霊が町にとどまるようになった。 そこで作られたのが、あの島の洞窟。正しくは祠。あそこで、霊の流れを切って、町に入らないようにしたんだそうだ。ただ、それで解決というわけにはいかなくて、今度は、山を隔てた、周りの町で、病気とか、悪いことが起きるようになった。で、どうしたか 島の祠は封じ、川の上流の祠の場所を移動した。霊の流れは元に戻したということ。でも、封じたとはいえ、島の祠は残ってしまった。霊を退ける力は残っていて、逆にそれを抑えているという変な状態。 不安定な状態を作ってしまったことで、その島のあたりによどみができるみたいに、霊がとどまってしまうことがあるそうだ。英知さん曰く、西から流れてくる海流が島にぶつかって、西側に渦潮ができる様子を想像するとわかりやすいとのことだった。そして私は、 そこに留まっていた霊を拾ってしまったんだろうと言われた。あの日、H さんは海開き前の安全祈願をしていたんだけれど、その度に一時的に祠を開いて、ストレスを逃がすようなことをしていたんだそうだ。私たちが板を剥がしてしまったこと自体は、それほど 大きな問題ではないと言われたその時見えた白い顔についてはよくわからないとのことだった板は直したとはいえきちんと封印されていないと困るので確認に行ってきたんだそうだそして本題私についている例は払うことができるのかということ まずはやってみましょうあのすいませんお金はかかるんですかああ半分は私のせいですからいいですよそう言うと私は別室に通された板の間に神棚の合華板みたいなものがあった H 一さんが着替えてすぐ戻ってきた 棒の先に白い紙がついた例の道具を持っていた。何かブツブツ言いつつ私の前でそれを振っていた。しばらくすると H さんが汗を滴らせながらこう言った。供養する方法を考えましょう。意味がよくわからなかった。 払うこともできるかもしれませんが、沈める方が間違いないと思います。推測ですが、この女性は、山陰地方から流れてきています。多分、〇〇のあたりだと思います。そこで、女性を供養する方法を考えましょう。払えなかったんですか 詳しい場所が分からずに供養ってどうするんですか例が出るのは怖いと思います。ただ、命に関わるような感じはしません。それならば、時間をかけてでも安全な方法が良くないですかお払いは危険なんですかええ、リスクはあると思います。 わかりました。山陰地方の〇〇に行けばいいんですね。え本当に行くのかよだって、しょうがないじゃない。とりあえず、解決の糸口が見つかっただけでも安心できた。何より私には、他にすがるものがなかった。次の日私は、 山院地方に向かう電車に乗っていた。H さんはついては来てくれなかった。お願いはしたかったけど、さすがに無理があると思った。いつでも連絡をください、とだけ言われた。A はついてきてくれた。心強かった。 〇〇という地域に着くと全身に嫌な感覚が走った。私はそこに座り込んで、おうとしてしまった。時間はすでに夜の七時を回っていたため、予約してあったホテルに入った。フロントで近くのお寺や神社について聞いてみると、大きなお寺なら、と、三角寺、 というお寺を教えられた。本当はここからが重要だと思うんだけど、実はよく覚えていない。お寺や霊場の情報は A が走り回って集めてくれたようだった。私は精神的に限界で、ほとんど眠れなくて、ただ A に案内されるところに、ふらふらとついていく状態だった。 時々現れる女の影が、私をさらに追い詰めていった。何の手がかりもなかったけれど、なんとなく、その場所に行けばわかるような気がしていた。それは、〇〇に着いた時に感じていた。五日ほどで、その地域の仏閣を回って、たどり着いたシーデラ。 そこに着いた時の言葉を覚えている。ああ、ここだって思った。それまで、ふらふら歩いていた私が、A を追い抜いて、お寺へと入っていった。すいません、こんにちは。ああ、こんにちは、いらっしゃい。あの、これは、 また、ご苦労なされたでしょう。えわかるんですかすごい希望が私に湧いてくるのがわかった。ああ、これで助かるんだ、と思った。まずは、ゆっくりお話を聞きましょう。そう言われて、私たちは中へと案内された。 小さな板の間に通されると冷たいお茶が出された。私は自分に起きたことを事細かに話した。残念ながら住職さんにはその女性についてわかることはなかった。結局振り出しに戻ってしまったのかと力が抜けるのがわかった。 また住職さんは、私の話に、なんとなく、違和感を感じている顔つきだった。昨年、いろんなお宅から預かっていたものを、供養して燃やしました。それが関係しているのかもしれませんが、なんだか。そこに、案内してください。お願いします。 私たちは境内の空き地に案内された何もなかったただの空き地だったここで燃やしたんですよ燃やしたものはどうしたんですか灰はそのまま埋めました掘り起こしてもいいですかああ 構わないですよそこで私がとった行動人って追い詰められると正しい判断はできなくなってしまうらしい私は手でガリガリと地面を掘った狂ったように掘っていたそうだすぐに A に止められて住職さんがスコップを持ってきてくれた爪が割れて 血が出ていたけど、どうでもよかった。そして埋められた肺の中から、いくつかの木片が出てきた。布切れもあった。よくはわからないけど、これだって思った。正直、体力的にも、精神的にも、限界だったんだと思う。特に、最後に救われたと思ったのに、結局、 わからなかったのが致命的だった。もうこれでも、これじゃなくてもいいやって思った。もし違ったら、リスクがあっても、払ってもらおうと思った。そして私たちは、木品や布切れをもらって、帰路についた。帰り際、住職さんが、もし何かあったら、またいらっしゃい と言っていた帰りの電車では久しぶりに眠りにつくことができた次の日私たちは神主さんの家を訪ねた「これが関係あると思うんです」そう言って木片を神主さんに見せた神主さんはまじまじとそれを見つめると一言 お疲れ様と言った。私はまた別室に通された。か主さんは火を焚きながら私に向かい合うように座った。今度は紙のひらひらがついた道具は持ってはいなかった。木片を木の台に乗せるとブツブツと 何か念じていた私はただただその儀式を見つめていたバカじゃないの小さな声だったがそう聞こえた私はお腹のあたりが苦しくなるのを感じ神主さんを見つめた相変わらず カンヌイさんは下を向いて何かを念じている様子だったカンヌイさんの声が止まって長い静寂があったねえ明らかにトーンの違う声でカンヌイさんが私に声をかけたそしてカンヌイさんは 私の方を見ると、歯を見せて微笑んだ。バカじゃないの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 バカの管主さんの顔がみるみる崩れて、あの能面のような顔になっていた。 あと私はただ、涙を流して座っていた。小踊りしながら、能面は部屋から出て行った。その時、部屋の隅に、あの女が立っていることに気がついた。もう何なのよ。いい加減にしてよ。お願いだから。私は、 女に向かって叫んでいた。異変に気がついた A が部屋に入ってきた。A? あそこ。見えるでしょあそこ。私は、女がいる方に目線を向けて A に女の場所を伝えた。えあ、うわ、え 明らかに錯乱していた。A にも女が見えているようだなあカンヌさんカンヌさんは私は答えずに A の手を取って部屋から逃げ出した女は部屋の隅で立ったまま微動だにしていなかった私たちは車に乗るとすぐそこを離れ 遠くのファミレスに行った。私はしばらく泣いていた。A は B に電話していた。数時間後、B がファミレスにやってきた。少し落ち着いた私は、二人にカンヌイさんが表現したことと、洞窟で見た能面のことを話した。A は女を見てしまっただけに、 顔色が真っ青だったまずその神主さんにもう一度会ってくるは絶対やめた方がいいって危ないって大丈夫2人はここで待っててそう言うと B は地元にいる仲間数人に電話をしていたじゃあ行ってくるね そう言って B はファミレスから出て行った。私たちは B からの連絡を待った。しばらくして B から連絡があった。言われた場所に来たけれど、それらしい家がないとのこと。そんなはずはないと A が伝えるが、どうしても見つからないと言われた。私たちも 湯を消して、そこに向かった。ここら辺で合ってるんだろああ、この辺り。あれなんでないんだ嘘でしょだってここにあったよ。住所だって合ってるもん。カンヌイさんがいたはずの家は、空き家になっていた。見た目も明らかに違っていて。 もう数年は人が住んでいないように見えた。おい B、近くの人にも聞いてみたんだけど、そんな家はないって。B は5人も仲間を集めていて、その人たちが近所の家で聞き込みをしてくれていた。そっか、ありがとう。今日は解散で、ごめんな。あ,あ、いいって。 俺たちも少し調べてみるわ。そう言って B の仲間たちは、それぞれの車に乗って帰っていった。もう何が何だかわからなかった。どうしていいかわからず、頼るものもなくなって、私はそこに座り込んでしまった。もうやだ <laughs>。ただ、 だだをこねる子供のように私はそこで泣いていた。A と B はしばらく私を励ましたりした後二人で話していた。今からもう一度まるに行こう。実は私もそうしたいと思っていた。ただ一人で行動するのは嫌で、でもそんな遠くまで また A を連れて行くのもダメな気がして言えずにいた。嬉しかった。そこから A と B は交代で運転して、丸一日かけて、丸々まで私を連れて行ってくれた。向かった先はシーデラ。お昼過ぎにシーデラに着くと、住職さんは待っていたように家の前にいた。 こんにちは。あの、やっぱりダメで。落ち着いて、ゆっくり話を聞きますよ。優しい目をしていた。そちらの方もですね。住職さんは B に向かってそう言った。B は、ハッとした顔をして、静かにうなずいた。 まず驚いたのは B も疲れていたこと。B は私と A が苦労していることを知って自分のことは自分で解決しようと思っていたらしい。住職さんは私についている女がこの地と関係があるかわからないと言っていた。ただあなたがそう感じるんならそうなのかもしれないとも言っていた。 そしてすぐ払いましょうと言って、念仏を唱えてくれた。なんとなくだが、体が軽くなった気がした。もともと、それほど強い念があるわけではないから、これで大丈夫だと言われた。嬉しくて私は、そこで泣き崩れた。問題は B の方で、ちょっと厄介らしかった。 結局 B はそのお寺で数ヶ月過ごすことになる。最後に私が見た能面について。住職さんにもよくわからないが、ついているわけではない。もしかしたら妖怪とかその地の神様の類ではないかと言っていた。住職さん曰く、その能面が神主の姿の時に語っていた話は、 信憑性がある気がするとのこと。どんな理由にせよ、その能面は、その地域に、ずっと昔からいるのではないか。祠らで祀られた、何かの、変化した姿なのか、上流の、水人様に関連した何かなのか、それはわからないけれど、間違いないことは、関わらない方がいいということ。 もしかするとその地域のお年寄りで知っている人がいるかもしれないとも言っていた数日後私と A は B を残して東京に戻ったその後私の周りでは霊的なことは起こってはいない A と B は今でも仲のいい友達でいる B は C 寺から帰ってくるとき そこで作った彼女を連れて帰ってきた。結局 B は数年後その人と結婚して今は二児の父になっている。A の女関係はよくわからない。とりあえず独身。私も独身。でも健康で問題なく生活できていることに感謝している。実はいくつか 後になって分かったこととか、B が体験したこととかもあるんだけれど、それは、また別の機会で。島の祠、後日談。ここからは B の話。夜ベッドに腰掛けていたら、 足にひんやりした感覚があって気がついたら濡れていたことがあった夜洗面所で手を洗っていたら鏡に子供が映った気がして驚いて後ろを振り返ったが誰もいなかった子供の笑い声が聞こえてあたりを探しても誰もいないということが何度かあった 男の子の顔が崩れて自分にまとわりついてくるような夢を見た。お寺にお祓いに行ったけど変化なかった。気にしたら負けだと思って気がつかないふりでごまかして数日が経つうちに A から電話がかかってきて私たちと合流することになったそうだ。ここからは C ラの 住職さんの話。B についていたのは小さな男の子の霊だったらしい。私についていた女よりも古くて強い霊で簡単には払えそうもない。しばらくお寺で生活して B と霊とのつながりが薄れるのを待つしかないと言っていた。結果的に B はその寺に留まることになり、 今も年に1回は通っている質問にもあったんだけど神主能面女の霊男の子の霊のつながりは実はよく分かっていないあったことをそのまま話したんで小説なら水があったこととかも後々の布石になるんだろうけどそんな気の利いたことはなかった ただあの後、B の仲間が、いろいろ調べてくれて、分かったことを付け加えて、最後に、私なりの解釈を書いておくことにする。私たちがキャンプをした次の日の朝、町の職員は、確かに洞窟の板の張り替えをしたらしい。ただその場には、神主は呼んでいないとのこと。 町の職員が板を張り替えるのは数年に一回。洞窟は中に不法投棄されたガラス片などが落ちているため危険だからだそうだ。お札が貼ってあるかどうかは把握はしていないらしい。私と A が訪ねた神主の家はやはり存在していなくて、そこは数年前から空き家だった。 川の上流には、確かに治水工事の安全を祈願した祠があった。島にあった洞窟は治水工事以前からずっとあるものらしい。昔から漁の安全を祈願する場所として使われていたらしいが、戦後にはすでに塞がれていたそうだ。お年寄りの中には、 洞窟の存在を知っている人はいたけど、それが何であるのか、何で塞がれているのかを知っている人はいなかった。神主からもらった名刺はテラで焼いてもらった。電話番号がつながるとか気にはなったけれど、それよりも、もうこれ以上は関わりたくないという気持ちが強かったから。最後に、 私なりの解釈。シーデラの住職さんが言っていたことも含めてだけど、もともとカンヌさんは存在していなくて、能面のような姿の霊的な何かが、カンヌの姿で私たちの前に現れたんだと思う。バカじゃないのと言われたとき、私が感じたのは強烈な悪意で、意味もないのに、 頑張って無駄だったね、って感じだった。私のことを精神的に追い詰めて楽しんでいたのか。もしかしたら、それで私が死ぬことを望んでいたようにも感じる。タイミングよく、私と B に霊がついた理由はわからないけれど、もしかすると、能面に支配されるような状態の霊が多数いて、 その中から女と子供が選ばれた感じなのかもしれない。シーデラの住職さんも私と女の霊とのつながりは取り付くというにはあまりに弱いものだと言っていた。能面は島に祀られていた何かが変化した姿だと私は思っている。後から考えると霊道の話をしていたとき 島の誇らを封じてしまったことを不満げに話していたような気もする。あそこまで手の込んだ仕掛けをしてまで私たちにいたずらをした理由はわからない。世の中には触れてはいけないものがあるし、交通事故に遭うように突然向こうからやってくることもある。そういうことだと思う。 洞窟当時の俺は、例えば離れている道則に意識を集中し続けて炎を大きくしたり小さくしたりなんていうのはごく当たり前のことで誰でもできることだと思っていた。そんな日常の中で友達の発表会で一発芸も何もできない俺がその技を 恥ずかしかったけど披露したんだ驚くことにみんなが歓声を上げた今では驚くのが普通だとは分かっているけどそんなことが子供心に嬉しくてろうそく以外にも何か動かせるものはないかと必死に家の中のあらゆるものに意識を集中し続けていたでも 意識を集中させることは大変神経のいることでまるで目と目の間に鉛筆でもぶっ刺したんじゃないかって思うほど激しい痛みが走る時もあった以前はそんなに強い霊感はなかった幽霊と思える影がちらりと目の端に映る程度 蒸気のような日常を繰り返しているうちにだんだんと霊に対するというか説明しにくいんだけど霊感とか持っている人の特殊な能力が自分にも備わっていることに気がつき始めるその頃だ俺が王君と出会ったのは王君は自分で 霊感があると言っていた。クラスのみんなは信じていたけど、霊感を持っているという主張だけで、クラスの人気者になっている王くんを、俺はそんなに好きではなかった。そんなある日、王くんの家に遊びに行った。家族と挨拶をした時、ふと頭に。本当だったんだ。 という言葉が浮かび上がった。結論から言うと、その王家では遺伝子的に霊感を持っている家族で、お母さんと二人のお姉さん、そして王くんは本当に霊感を持っていたんだ。何か惹かれるものを感じて、俺と王くんは王くんの家族ともすぐ打ち解けた。 俺たちは学校が終わると毎日のように遊んだ。二学期も三学期も。その頃には自覚はなかったけど俺の霊感は日に日に増していき、本能的に軽い浮遊霊だったら浄化させてあげられるほどになっていた。王家も俺に霊感が備わっていることは知っていたし、俺からも そっち系の話題を話していた。王のお母さんが言うには、霊感は共鳴し合い、互いを成長させていくらしい。そんなことを幼心にとても感心しつつ聞いていた。ある日王くんが、俺をばあちゃんちに連れて行ってくれることになり、俺は興奮したのを覚えてる。 車に揺られること数時間。子供だった俺たちは、友達と遠出というだけで、時間を忘れてしまっていた。ばあちゃんの家は、王お,お姉さん曰く、すごいところらしい。何でも、王家の霊感を持っている人は、ばあちゃんの家に行ったから霊感が宿ったそうだ。 あの頃からね、と、王お,お姉さんは話をしていた。当然そんな話を聞くと、まだ子供の俺は興奮するわけで。王家の家が、普通の民家だった時の落胆は、半端ではなかった。大げさだけど、そこまで期待していたんだろう。しかし落胆は、すぐ興奮へと変わった。 裏に洞窟があるけど、絶対に近づくなよ、と、王のおじいさんに念を押されたからだ。ふり、なんて、当時の俺はわかるわけがないから。王のおじいさんも、ただ単に、行かせたくなかったんだろう。だが俺は、行きたくて行きたくて仕方がなかった。王くんと河原で遊んでいる時も、 ばあちゃんが作ってくれた柏餅を食べているときも、早くあの洞窟に行きたいという思いが頭の中をぐるぐるしている。時間というのは当たり前だが過ぎるわけで、あっという間に夜になった。じいちゃんとばあちゃんが、明日もいっぱい遊ぶんでしょ と言いながら、襖の扉を閉めて、一時間は経っただろう、と思う頃、俺は、王く君を起こした。実際には、十分くらいしか経っていなかったと思う。なになにねえ、あの洞窟行こうぜ。え、うーん。王く君は、 少し考えている素振りを見せたが、そこは子供。すぐに、よしと言って、懐中電灯二本と手袋を持ってきてくれた。洞窟ということで手袋は入るらしい。洞窟は意外と近かった。と言っても興奮から時間を忘れたのかもしれない。 それは洞窟というには、あまりにも味気ないものだったけど、今でも覚えてる。大きく開いた穴。中は、何角形かの形をした体育館くらいの広さだった。王く君が先頭で、俺が後に続き、中に入ろうとした。いや、入っていた。 俺は一瞬で取り残されたため、一瞬、理解が追いつかなかった。王くんは洞窟に、すでに入っていたんだ。俺は叫ぶ。王くん、どうしてそこにわからない。助けて。出てくればいいものを、王くんは必死に叫ぶ。 わからない。出して。助けて。俺は、身動きができなかった。今なら確かに見える。洞窟の中の存在に気がついたからだ。俺は、何もわからなかった。この世には、こんなおぞましい存在がいるのかいや、ここは、この世なのか そう思ったとき、その存在が、王くんを覆った。俺は駆け出した。誰か呼ばないと。後ろから、王くんの叫び声が聞こえる。頼む、頼むよ。早く助けて。ばあちゃんの家が見えた。そのとき、 耳元でかすかに王くんが、もうダメだ、とつぶやいたように思えた。ばあちゃん、ばあちゃん、王が、王が。泣きながら叫ぶと、じいちゃんとばあちゃんはすぐに駆けつけて、俺から事情を二言三言聞いたあたりから、ばあさん、 神崎さんに連絡だ、と言って、お前は絶対にここから出るんじゃないぞ、と、優しく、しかし迫力のある声で言った。そして二十分後、神崎さん、今思うと神主さんかもしれない、とじいちゃんは、見たこともない格好をして出て行った。上下のスウェットに、 着物みたいなものを羽織った感じ。ばあちゃんは震えていた。しきりに、大丈夫、大丈夫、とつぶやきながら。一時間が経ったところだろうか、じいちゃんと神崎さんが、まるまるくん、頼むから来てくれ、と戻ってきた。 俺は正直拒みたかった。まだ震えが止まらない。神崎さんは明らかに力を失っている。最初に見た背中に現れる黄色いもやもやが今は真っ黒になっていたからだ。もうこの時点で怖くて仕方なかったが、 王くんのことを考えると、行かなくては、と思った。洞窟の入り口。中にはタイマスが置いてあり、周囲を照らしていた。真ん中に王くんがいた。思わず駆け寄る。しかし、神崎さんとじいちゃんに止められてしまう。あれを、 直接見てはいかん。すぐ閉じ込めよう。え、な、なんで王君は三者それぞれに自分のこれからの行動を予知するように声を絞り出す。じいちゃんは、さあ手を貸してくれ。そう言うと、俺の手の手首から、 5センチくらいのところを掴んで握ったたぶん血を止めていたんだと思う神崎さんはじいちゃんの手首を握った変な姿勢だがこのまま洞窟の真ん中付近まで移動したじいちゃんが「神崎さん本当にすまない」 意味がわからない言葉を発して、神崎さんは無表情のまま。始めるぞ。ただそれだけ。気がつくと朝になっていて、横には王くんが寝ていた。夢だったのかな。だがそんなことはなかった。手首にできたあざ。じいちゃんが、 握ってできたあざがあった。俺は飛び起きて、じいちゃんの部屋に。ど、ど、どうなったんですか反射的に、敬語を使う。その後も俺は、どうなったに似た意味の言葉を、二三回繰り返していた。じいちゃんはただ一言。 業を背負って生きろ、〇〇君。後で聞いた話なのだが、長いんで自分なりにまとめる。神崎さんは、その地方でも有名な神社の神主。昔から、この洞窟のことを守っていた。じいちゃんとばあちゃん、主にじいちゃんだけど、その洞窟、祠を、 代々管理してきた。じいちゃんたちが駆けつけたとき、王ーは半ば絶望的な状態だった。神崎さんは、これも、己の業と言って、王君の身代わりになった。洞窟にいた存在は、神に最も近い悪霊らしい。 ちなみに、洞窟の悪霊は、誰かを媒体として存在していた。今までは、じいちゃんの弟が媒体になっていた。でも、王くんと俺が近づいたせいで、媒体は王くんに変わろうとしていた。しかしそこで、神崎さんの行動により、媒体を王くんから神崎さんに変えた。 記憶が曖昧だが、その時の出来事はこんな感じ。内容が抜けていて、矛盾、作り話みたいになっているところもあるけど、これは8年前に起きた事実。その出来事から、俺の霊に対する異常なほどな神経はどんどん発達している。今でも俺は、たまに、怪異に出会います。 平家の隠れ洞窟。これは山陽の某洞窟で体験した話です。いわゆる秋のオートキャンプだった。大学の寮内のバカメンバーだった広島の奴らと3人で産業にあるオートキャンプ場で久しぶりに集まって一杯やろうかという話になった。 テントやらコンロやらをワゴンに詰め込んで、車内で昔話で盛り上がっているうちに、山奥の素晴らしいキャンプ場に着いた。テントを張って晩飯の仕込みをし、その間にも昔話で盛り上がっていた。そうこうしているうちに準備も終わって、まだ時間があったんで、 ちょっと周辺を観光しようかという話になった。ドライバーのやつは、疲れたんで寝とくわと言ったんで、二人で散策することになった。キャンプ場からものの五分のところに大きな洞窟が口を開けていた。古びた看板を読むとこんなことが書かれていた。 ここは源平合戦の檻に、平家一門が隠れ住んでいたという伝説がある洞窟です。と。そして看板のそばには、小さな祠が祀ってあった。へえ、こんな薄気味悪いところに、よう隠れとったな。ああ、そうじゃのう。なんて会話をしていて、ふとそいつに、 話をしたくなった。俺のご先祖に、平家の落ちうどがいるらしいで。そいつは、ふーんと聞き流した。本当のことなんだけどな。その時だ、俺の頭の中に、言葉が囁ささくようにひらめいた。そしてつい、口をついて出てしまった。 おごれる平家は、久しからずや。おごれる源氏もまた、久しからずや。世はすべて、諸行無常なり。低い声だった。自分でもびっくりするくらい。でも、奴は聞いてはいなかったようだ。じゃあ、洞窟の奥に入る前に、写真でも撮ろうかと。 祠らと看板の前に立って入れ替わるようにして二枚撮った写真を撮りながら奥へと進むと一層不気味さは増した洞窟の中のランプが途切れたその先は飲み込まれそうな暗黒だったさすがにこれは進めないと俺たちは引き返し テントに戻った。楽しい宴だった。ただ、ものすごく冷たい風に、みんな毛布にくるまっていたけど、そうこうしているうちに眠たくなって、テントに潜り込んで爆睡してしまった。そして翌朝、気持ちのいい朝、みんな早く起きていたんで、 昨日残っていた奴に、洞窟に行ってみないかって誘ったんだけど、めんどくさいと言ってきたんで、また昨日の奴と行ってみた。二度目だから今度は怖くはなかった。二十分ほどでテントに戻ると、残っていたそいつがニヤニヤしていた。なんだよ いや、お前たちさ、中で、エッチなこととかしとらんかったか <laughs> おいおい、俺たち、男同士だぞ。いやいや、お前たちのすぐ後ろ、女がくっついて歩いとったぞ。はどんな女うーん、そうじゃの、髪が長い美人だった。 またこいつ、昔の悪い癖が出たなと、俺たちは軽く流しておいた。数日後、出来上がった写真を見て、我が目を疑ったよ。祠の前の、同じ場所で撮った二枚の写真。最初に写った俺の周りには、ただの洞窟の岩肌。でも、同じ場所に立った、 友人の写真は何とも言い難いものが写っていた友人の右膝に15センチくらいの男の顔右斜め前に烏帽子みたいなものをかぶった2メートルくらいの男の首が横たわっているそして友人の背後には4、5メートルくらいの女官のような長い髪の 巨大な女の顔。原平合戦絵巻に出てくるような武士や女官にそっくりだった。その他、いろんなものがぐちゃぐちゃに混ざって、白いもやともに映っていた。これは心霊写真か冷静だった。人間本当に恐怖を感じると、感覚が、 麻痺してしてまうことが分かったすぐ電話した一緒に洞窟に入った友人は「そんなのはいらん」と言って怒ってしまったもう一人の残っていたやつに電話をしたら「ぜひくれ」と言ったので「そっちで処分してくれよ」と速達で寝かごと写真を送ってしまった 数週間くらいして、そいつから電話があった。奴はそれを会社に持って行って、大反響だったそうだ。おいおい、知らんぞ。そして、あの後気になっていたことを、思い切って聞いてみた。あのな、俺たちの後に、女がついてきたって言ってたよな。 ああ、いたぜ。あその後彼は、寝かごと写真を紛失してしまった。その後に、我々に起きたことは、あまり話したくはない。ただ俺は、数年後一人で、再びあの洞窟に行って、ほこらにお酒を供えて、ごめんなさい、ごめんなさい、 誤ったおかげか。今の俺たちには、とりあえずは不幸なことは起きていない。おそらく俺は平家の血を本当に引いているんだろう。そう実感した出来事だった。 山の洞窟ちょうど二年前の今頃くらいに、俺が一人で東北の山を登っていた時のこと。八時ちょっと過ぎくらいに登り始めて、山頂には十二時ごろ着いた。下りはどの山でも半分くらいの時間で降りることができるので、まだちょっと余裕があったし、地形図も持っていたんで、 コース途中から半分は、登山道とは別の尾根の獣道を下ってみることにした。この地方なら、山菜を取るためにそういう人は結構いる。まあ、おじさんとかだけど。山菜やキノコの金賞になりそうな木を探しながら歩いているとき、水ならの倒木。 天然椎茸の金賞を見つけたんで近くまで行ってみると水棚が根元からチェーンソーか何かで倒されていたその時30メートルくらい先の笹藪の間から大きな穴のような黒い影が見えたのでちょっと好奇心で藪をかき分けそちらの方向に向かってみた 近くで見ると結構大きな洞窟で奥もだいぶ広そうだった。登山用のヘッドライトもあったし前に友達に連れて行かれ洞窟に入った経験があったのでちょっとだけその洞窟に入ってみることにした。洞窟を発見するのは結構稀なことで見つけた人が ある程度は自由に名前を付けてもいいし、もし日本で新しく大きな洞窟が発見されれば、全国的なニュースになることもある。なんでかなり興奮していた。でも内部を確認しないで洞窟を見つけたと、洞窟好きの友達に言って、連れてきた時入ってすぐ行き止まりになってしまっていたら、 がっかりさせてしまう。だから俺としては、中の広さを確認しておきたかった。洞窟は水たまりが多かったし、床は岩でゴツゴツだったけど、意外と広く中でかなり分岐していて、正確な距離ではないけど、100メートルくらい奥までは立って入っていくことができた。 通ってきた道は一番広く、別に迷うとは思わなかったけれど、分岐のあることに戻って、山菜の本のページを破り、それを捨て目印にしておいた。距離がどのくらいかはわからないけど、入って20分くらいで本堂というか一番広い道が行き止まりになった。 正確には行き止まりではなく、壁の2、3メートルくらい上に、人一人通れるかどうかというくらいの穴が開いていたけど、とても入る勇気はなく、よじ登って、その穴の中だけ確認してみた。その小さな穴を覗くと、わずか1メートル先で狭い部分は終わっており、その先にライトを当てると、 かなり広いホールみたいな空間があることが分かったしかも下からは石順が生えている穴の位置的に床面しか見えなかったんで地をなぞるようにライトを当てていると石順に囲まれるように横たわった人型の泥の塊が見えた不思議に思い それを観察していると、その人型の塊の頭の部分には、明らかにメガネ型の出っ張りがあった。その瞬間、うわっと声を上げて、顔を突っ込んでいた穴から離れ、穴の開いた壁から這い降りると、その穴から、ドワーって音がして、 すぐ出口に向かって、猛ダッシュで走り出した。ゴツゴツした岩で、何度もこけながら走った。恐怖で頭がいっぱいで、足腰が全然言うことを聞かない。走り出して2分くらいかで、ドワワーに追いつかれた。それはコウモリだった。 でもさらに後ろから、うーんって、うなり声みたいなものが聞こえてきて、またすぐ走り出した。次の音は、間違いなく、あの、人型の泥だと思ったし、その音からはっきりと、あの泥が、洞窟を這いつくばって、うなりながら、 追ってくる姿が想像できたもう膝とか暗くて見えないけど血だらけだろうと思ったよ天井付近をコウモリが飛ぶ中ようやく出口が見えてきたが日が落ちかけていたそんなに長い時間入っていたつもりはなかったすぐ洞窟から離れて 尾根を走って降りた。駐車場に着いた時には、もう七時半だったが、人はまだ駐車場にいて、膝の怪我や足の痛みがピークで下山してきたおじさんたちに助けを求め、車と俺を市内の病院まで運んでもらった。人がそこにいたことが一番助かった。 膝の怪我は思ったよりも深く、鋭い刃物で切ったような傷は今でも残っている。その日に洞窟好きな友達に連絡をすると、深夜、洞窟クラブの人と一緒に家に来た。俺も一人では痛くなかったんでずっと話をしていたが、そのクラブの人と話して少し落ち着いてきた。 その人曰く、洞窟でのうなりはおそらくコウモリの羽音が反響して出たものであるということ。人型の塊は洞窟ではよくある。というか、人間は条件反射的に似た形を見つけてしまうということ。その山で小牛洞が見つかれば新発見である。 まあそんな感じらしく、俺は、その洞窟があるであろう場所を地形図で教えた。後日、そのクラブの人から、一緒に探索しないかって誘われたけど、何を聞かされても、さすがにもう一度行く勇気はないし、他の登山客に迷惑をかけてしまっている手前、包帯が取れない状態で、 行くのもどうかと思い断った。洞窟クラブの人はその後何度か探索に行ったようだが、俺が教えたその周辺を何度探しても洞窟は見つからなかった。その人たちが行く前に電話が何回もあり場所を確認されたし、見つけられずに帰ってきてから何回か家に来て本当に その場所かどうか思い出してくれと言いに来た。ついてきてくれとも言われた。彼らからしてみたら、小乳道の新発見は相当大きなことなんだろうとは思ったけど、やっぱり俺はそこには行きたくなかった。で去年、どうしても見つけることができないし、俺が幻覚を見ていたんじゃないか、 て話にも発展していた正直俺ですらその可能性があると思っていたであの時の恐怖もだんだん薄らいできていたんでもう一度自分が見たものを確認しておきたかったということもあり洞窟クラブの誘いに乗った話を受けてその週末山に入って探索を始めると なんでそのクラブの人たちが洞窟を見つけることができなかったのかが分かった。彼らは全くの山の素人で地形図を読めず、全然違う場所の獣道に入って探索をしていたんだ。俺はあの時通った尾根を案内すると、2時間ほどの捜索で水ならの倒木と問題の洞窟が見つかった。 笹やぶは以前よりも茂っていたけど、風景がフラッシュバックしてくるように思い出されて、ちょっと怖くなった。総勢10人のクラブの人たちは、洞窟の前で黙々と準備を進めたが、俺は洞窟を目の前にすると、あまり入りたい気持ちにはならなかった。 いくら偶然だとはいえ、あの人型の泥は、俺にとってはリアルすぎたし、口では説明ができない異様な雰囲気を、あの時確かに感じていた。そのことを話すと、クラブのリーダーに、こう言ってはなんだけど、もう一度、その泥を見てみると、拍子抜けすると思うよ。 って感じのことを言われたし、それに、撮影用の強力なライトもあるし、部屋とかと変わらないくらい明るかったので、不安もまた薄れて、結局は入ることにした。それに、外で一人で待っているのも、それはそれで嫌ではあったんで。中に入ると、ライトのおかげもあり、隅々まで照らされて、 一年前とは、だいぶ雰囲気が違うように見えた。あの時見た感じとは違って、道はあまり分岐していないし、地面の岩もそれほど多くはなかった。そして、意外と道は上下左右にうねっている。十人で進むと、時間はかかったけど、三十分ほどで、 例の突き当たりについた。俺はあの時の穴を見上げた。クラブの一人が頭から中に突っ込むとすぐ後ろ向きに出てきた。ホールから先は確かに小乳道で入り口はホールの床まで4メートル近くあって、はしごを張らなければホールには 降りれないらしい。ワイヤーの縄はしごを張って、みんなは次々と穴に入っていった。俺も意を決して穴を覗き込んだ。あの人型の泥はなかった。泥があったはずの場所は、やはり、石順が立ってなかった。それどころか、石順は、 このホールの入り口に向かう道を作るように折れていた。俺は穴から出て、後続の人にお願いし、もう出たいと言い、洞窟から一緒に出てもらった。一緒に出てくれた人には、おそらく過去に何回か人が入って、席順が折られたり、ホールの内部も荒れているかもしれない。 と言っていたけど、俺はそうは思えなかった。理屈では確かに、水ならの木を切った人は、あの洞窟を見つけていると思うし、その人が何度かその洞窟に入っていたとしても不思議ではない。で最近なんだけど、そのクラブの人から連絡があった。 俺が最初入った時、目印にしていた山菜の本の切れ端がいくつも見つかったとのこと。それがすべて洞窟のホールの奥に束で置いてあったんだと。実話なのであまり怖くはないかもしれません。クラブの人たちは今日もその洞窟を調査するそうです。